大谷翔平さんのですね、元通訳、ね、一平さんですね。 えー、彼がですね、えー、大変な、あのー、まあ、犯罪を犯していた、結果としてですね、大変な犯罪を犯していたということが、まあ、ほぼ判明して、まあ、一応、えー、まあ、容疑者ということで、えー、ま、あ推定無罪の原則はあるんですけれども、まあ、報道によればですが、司法取引に応じる意向があるということで、えー、約300万円払って保釈をされたと、えー、いうことで、まあ、多分保釈をされたあ条件も含めてですけれども、えー、おそらく司法取引に、えー、応じる方針である え日本円にして約24億,億円ですかねを大谷翔平さんのですね口座から盗んだとまあその手口もですねこんな大金どうやって盗むんだって話なんですけれどもまあうまいことですね大谷さんの給与振,振込み口座ですねアリゾナ州の銀行らしいんですけれどもそちらの方の2段階認証ですかねえー、たくさんのお金を振り込む時にですね本当に大丈夫かというですね電話だったりとかメールだったりとかするんですがそういったところを全部 自分のところに来るようにしていて、また大谷翔平さんのですね、会計士とか、そういった専門家集団にはこの銀行口座には触れるなと。大谷も触れてほしくないと言っているということで、そこの口座の残高みたいなところはですね、分かってなかったっていうですね、本当なのかそんなのっていうようなお話になってしまっております。まあ、あの、税金とかのね、 申告、税務申告に必要なはずなんですけれども、そのデータはまたあ銀行口座とは別にですね、給与支払い明細とか、そういった形で送られていたんでしょうか。はい。まあ、口座の残高を送れば、確かに税理士とか、えー、口座の残高証明をね、送れば、それで給与支払い申告してたと思うんですが、でも残高証明は必要なはずなんで、残高減ってると、まあ変な気はするんですけれども、その辺はどうだったのか、えー、まだそんな細かいところまでそう まあ、あの、そういったところをうまくやって、結果としてですね、えー、一平さんが全部自分のギャンブルの支払いに当ててたと。だから、もしかするとこれ、あの、カルフォリニア州では、スポーツベッティングが違法だったので、摘発された、その摘発の関係でですね、連邦捜査当局がですね、 え、多分見てた、あ、結果として見てたってことになってるんでしょうけれども、これ見てなかった、もしこれがですね、え、違法じゃない州だったとしたらですね、これはもっともっと額が膨れ上がって、大谷さん稼いだ額が全部一平さんに持っていかれたみたいな話になってしまうのかな。でも、僕もさすがに、そこまで税理士でも何でもそうですけど、自分の銀行口座、いくらお金に興味ないって言ってもですね、 さすがにそこまで見ないで任せっきりになってるっていうのはちょっとびっくりだったです。あの、それぐらいはした方がいいかなと思いました。いや、もしね、銀行口座1ヶ月でも2ヶ月でも1回自分の銀行口座チェックしてれば、ね、一平さんもお金を盗むことは多分なかったと思うんで、まあ、そこはちょっと任せっきりというか、あまりにも気にしなさすぎなのかなっていう気もしなくもないです。うん、またそ、こういうこと言うと、 こう日本の大スター大谷に対して失礼だとかお前と違って金の亡者じゃねえんだとか言われるかもしれないですけどさすがにそれぐらいはチェックしようよって思いました。というのとあともう一つはですね、えー、水原さん、えー、日本だったら多分保釈とか当然されずにですね人質地方でずっと。 公衆に閉じ込められたまんまだと思うんですけれども、アメリカはすぐ、まあお金ないってことで、多分お金があんまりなかったんで300万円ぐらいの補助金で、あの、外に出れたんだと思いますけれども、ね、あの、最高だと懲役30年ぐらいあるような経営銀行詐欺みたいなことなので、 なのにもかかわらず、もう物の一日で保釈されて、もう物の一日とか即時保釈されて、保釈金を納めれば即時保釈されてですね、外に出てこられると。えー、GPS の受信機かなんかを付けられてるんですかね。まあでも、一応その人権に配慮してですね、えー、外に出られるっていうのは、まあこれは、これが世界標準なのかなっていうふうに思いました。日本は水原さん、い、あの、いくら認めたとしても、まあ、約1ヶ月近くは、 交流されていると思いますそういったところも、えー、日本とアメリカの司法制度で違うと。まああのパスポートを取り上げて国外には逃げられないようにされてますけれども。 まあ、ということで、えーまあ、本人、使用取引に応じるということで、日本ではですね、自分の罪の使用取引に応じられないので、えー、誰か共犯者がいて、共犯者が自分よりも、えーまあ、主犯格だったりとか、そういう罪が重い人たちに対しての、えー、使用取引。まあ、だから、社長が捕まった犯罪で自分は社員で、社長の罪を、えー、重くするようなことをですね、証言すれば、えー、罪と現じてやるよというような使用取引の制度あるんですけれども、日本には自分の罪を 要は、その、捜査局とか、その、裁判所とかに協力をして、もう自分はこれ悪いことをしましたら認めます。すいませんでしたって言えば、明確に罪一等を禁じられるのが、使用取引という制度なんですけれども、まあ、日本の場合はそういった制度がなくてですね、すいません、ごめんなさいって言って、裁判所が、うんうん、よしよしっていうふうに言ってくれるかどうかで、また決まるということで、まあ、そういう意味ではですね、まあ、罪一等は禁じられるのかなというふうに思うので、そこまで長く、彼がですね、刑務所に入り、ったことはないと思う 思いますけれども額、まあ、が額だけにですね実刑は免れないのかなと思いますけれどもアメリカの刑務所はですね刑務所入ってもですね家族と電話ができたりとかですねそこ、まあ、が良ければですねリアルなしきりもないところで面会ができたりとかそういった制度もあります、えー、日本のですねこの、まあ、古びたというか、えー、古臭い人権無視のですね司法制度は改革してほしいなというふうには思いました、えー、ということで今日のニュース解説はこの辺で終わりたいと思いますいってらっしゃい